快晴の福田電子アリーナです。シーズン序盤のつまずきに始まった今シーズン、果たして奇跡は起こるのでしょうか。ジェフの2008年シーズンの最終節の戦いがスタートします。 2008J リーグディビジョン1第34節、ジェフユナイテッド千葉対 FC 東京の一戦です。気温が 13.6 度、湿度は 39% と報告が入っています。舞台は福田電子アリーナです。ご覧のように青空が覗いています。ただ風は少し肌寒さを感じます。いよいよシーズン最終ゲーム、放送席をご紹介しましょう。解説はおなじみの川本治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川本さんとおりまして、まあ、川本さんジェフの OB ですから、まあ、そうですね、この最終節までジェフが、まあ、希望をつないだと。そうですよね、はい、まあ、今日両チームとも勝てば次のステップありますからね、はい、両チームにとっても勝たなければいけない大事な試合になりましたね、うん、そうですね。順位表をご紹介しましょう。まあ、どちらも自力での達成はありませんが、まず FC 東京なんですが、アジアチャンピオンズリーグの参加枠、はい、3強の可能性を残してます。そうですね、まあ、打力本願になりますけどもね、そのためにもとにかく今日勝って高い順の結果待ちって なってしまいますけどもね、はい、現在5位につけている FC 東京、フロンターレはヴェルディと、そして名古屋は大分と今節対戦します。そして一方のジェフなんですが、現在17位、今節、まあ、全てをかけて戦うジェフの最終ゲームなんですが、その条件をいろいろとご紹介しましょう。まあ、ライバルチームがヴェルディとジュビロということになりました、はい、今日勝ってライバルチームが、まあ、引き分けないし負けという条件です。そうですね、ジェフの場合はとにかく勝ち点3を上積みしなければ可能性がないということですからね、はい、ただライバルチームが引き分けた場合は得失点でジェフが不利なんですね、まあ、かなり離れてますからね、ジェフは勝ってライバルチームの負けを期待するしかありません。その残留の条件です。まずジェフは勝たなければ何も起こりません。ジュビロあるいは東京ヴェルディがもし片方でも敗れた場合、負けたチームに代わって入れ替え戦に参加します。両チームがともに引き分けに終わった場合、9点差勝ちで入れ替え戦、現実的には非常に厳しい可能性です。で、両チームが揃って敗れた場合は一気にジェフの残留が決定いたします。とにかくジェフの関係者に話を伺っても、川本さん、もう自分たちは勝つしかない。まあ、そうですよね、逆に引き分けで高い上云々というんじゃなくても、とにかく勝たなければいけないですからね、逆にもう選手はこうすっきりこの試合に臨めるという感じはしますけどね。もうややもすれば先週のエスパルス戦敗退で降格が決定した可能性も十分にあったんですけれども、その後にライバルチームも落としてくれた、はい、もう開き直ってやるしかない。そうですね、いうふうに選手たちも話をしています。今日は選手のウォーミングアップ開始前からファンの声援は止まることを知りません。もう試合中と変わらないぐらいの声援を送ってましたね。チケットは完売です。1万8500人収容の福田電子アリーナ、今日はチームのスタッフも黄色のマフラーを着用して試合を戦います。とにかく序盤戦のつまずき、そうですね、これが大きく響きました。7連敗してしまいましたからね、ですから逆によくここまで持ち直したなって感じはしますけどもね。リーグ初勝利まで12試合を要しました。そうなんですよね、まあ、監督交代劇もあり、そして9月は可能性があった5連勝という時期もありました、はい、ここに来てちょっとプレッシャーもあって勝ち点が伸びていないジェフですけれども、まあ、逆にそのギリギリの試合を続けてたわけですよね。それでちょっとこう、はい、まあ、新潟戦でこの2人で 0-0 のスコアレスドローになってから、ちょっとこう調子が波がこう出てきたかなって感じありますけどもね、はい、まもなく両チームのメンバーがピッチに登場します。その前に両チームの今日のスターティングラインナップをご紹介しましょう。今日はゴールキーパーにシーズン初出場になります久篠を使ってきました。最終ライン坂本、池田、翔平、オスナ出場停止を受けまして、センターバックに早川、左が青木亮太、中盤にレイナウド、戸田、工藤、トップ下ミシェウ、左が深井です。最前線に前節エスパルス戦は2得点を決めた牧誠一郎です。控えメンバーです。キーパーの岡本以下、斉藤、ゲームキャプテンの下村、中島、矢沢、根本、そして新井と入ります。ボスナーは出場停止です。そして一方の FC 東京です。
ゴールキーパーに塩田、最終ライン出場停止明けの徳永、佐原、モニアの最終ライン、前節右サイドをやった長友が今度は左のサイドバック、中盤に鈴木達也、今野、アサリ、フルス対決の羽生、カボレ、赤嶺の2トップです。で、石川がふくらはぎを痛めました。それから梶山は2試合出場停止処分の今日が2試合目、こちらが控えメンバーです。ベテランの藤山は来シーズンも現役続投が濃厚と報道されました。金沢、川口、大竹、平山、近藤と入ります。指揮を取るのは上福博監督です。ポイント層を行って左エンドにホームのジェフ千葉、右から左へとアウェーの FC 東京が攻めていきます。川本さんのお話にあったようにシーズン序盤のつまずきを考えますとよくここまで持ち直してきたと。そう思いますね。あとはそれが結果に出るかどうかはこの一試合で運命はガラッと変わるわけですね。そう思いますね。まあ、今日の試合は逆に FC 東京の方が戦いづらいんじゃないですかね、はい。まあ、確かにその3位という大きな目標はありますけどもね、アレックス・ミラー監督がこの最終戦若干メンバーを入れ替えてきました、そうですね。まあ、キーになるのはやはりそのボスナー選手が出場停止で、まあ、今日早川選手が入りますけどね、その勝つためにはやはりその点を取りに行かなきゃいけないですが、やはり点を先に取られるとっていうのはありますからね、はい、その辺のこうバランスをどうこの試合持っていくかっていうのもちょっと注目ですけどもね、まあ、下村あるいは矢沢をベンチに置いて今日は戸田、深井、あるいは工藤といったところを使ってきました。ボスナーの代わり早川です。今日の審判団を紹介しましょう。主審が松村和彦さん、アシスタントレフリー手塚博さんと八木あかねさん、第4の審判に大川直也さんが入ります。右エンドアウェーの東京ボールで前半がスタートします。センタースポットに羽生、そしてアサリ、注目の一戦前半がスタートしました。東京はまず今度から左、赤嶺に長いボールを使ってきました。試合前に上福監督に話を伺うと、やはりジェフの入り方、これを少し注目したいということでしたけれども、どうしてもまあ FC 東京も勝たなきゃいけないんですけども、やはりそういった意味ではその受け身になってしまうっていうのはもうしょうがないでしょうね、はい。赤嶺からカボレ、早川の今日ファーストタッチ、まあ、とにかくジェフは今日勝たなければなりません。カボレ、右に鈴木達也、ボールをキープ、ドリブルで仕掛けていく、シュートだ。オープニングシュート、鈴木いいシュートでしたね、ただ今週初出場の串野選手もいい反応しましたね、はい。今シーズン初出場、 J1 では146試合目になります。キーパーの串野、フィールドプレイヤーは全選手変わります。ジェフ、レイナウド、ミシェル、前にはスピードを上げて深井が走る。マキは遅れてます。今日はキャプテンマークは前線のマキがつけています。鈴木達也、センターに赤嶺、ボールサイドにカボレがサポートに行きます。縦に行く徳永、えぐって柔らかいボールを使う、赤嶺が触る、ミシェウのファールを取ります。いや、両チームともボールがすごい激しいですよね、まあ、ただ今日はこういうボール際のこれ最後まで続くんじゃないですかね、はい。最終ラインのモニアから長いボールです。今日が10試合目のミシェル、羽生が拾う、工藤、羽生がカット、しましたが、今日は特別なゲーム、まあ、今自分は FC 東京のプレイヤーなんで勝つことに集中したい。
こう話してます。スローインは長友です。深いところを使って赤嶺、センターカボレ、戸田がクリアします。赤嶺選手強いですよね、このチャンスですね。レイナウド、マキの落としからセンターにはマキと深い、遅れてミシェウもサポートに行く。今日のジェフは右レイナウド、左が深い、マキのサポートにセンターミシェウという形です。なんとか赤本さん、この4人で点を取りたい。そうですね、山田さん、今日のこのメンバーでしたら、この水槽がいいような感じしますけどもね、はい、中盤で戸田、左サイド深いへ、ディフェンサー徳永、深いのタックル。いや今日切り替え早いですよ、何かこう楽しみですね。その純粋なこのサッカーっていうんですかね、第一の戦い、まあ、あとはそのチームの本当の戦いっていうのは今日見れそうですけどね。シーズンの途中に名古屋グランパスからやってきましたスカイ。マキとは駒澤大学時代からずっと一緒にやっている関係です。今野、まあ、実際ジェフはその上半戦その勝てなかった試合が続いて、本当にその途中から入ってきた選手がこう仕事をしてくれたなって感じがありますよね。はい、まあ、深いもそう、それからミシェウ、戸田、あるいは早川、そうですね、この辺りはシーズンの途中に加わったメンバーです。コントロールが少し大きくなりました。彼らにとっても今日のこの大事な試合、まあ、勝つことによって、まあ、チャンスが出てくるわけですけども、はい、彼らにとってもやはりこの場を与えてくれたチームで最後の試合、そこでとにかく最後の結果を出すんだという感じでこの試合臨んでるような気がしますけどね。そうですね、まあ、中盤の戸田は広島からの危険付け移籍なんですけれども、もう広島は契約満了で更新をしないと発表しました。どちらかというとその前の所属のチームでは出場機会がほとんど、まあ、少なかった選手ばかりですよね。まあ、彼らが仕事場を与えられてそして結果を残してきました。佐原、右のサイドバックに出場停止明け徳永、センターバックは池田翔平、超えています。ジェフボールに変わります。まあ、ジェフの方はその得失点云々ということもありますけども、とにかくまあそれがたくさん点を取れれば今シーズンこういうところまであの来なかったですからね。今日はこの試合もとにかく1対0でもいいからその勝つんだという感じで戦えば可能性はあるという気がしますけどね。はい、羽生シュートだ。羽生は2002年から昨シーズンまでジェフ千葉で活躍をしました。165試合ジェフ時代に出場している羽生です。まあ、押しのサッカーの申し子っていうんですかね、本当に小柄な選手ですけども日本代表まで上りましたからね。まあ、非常にインテリジェンスがあるプレイヤーで、東京移籍後はチームをまとめることも期待されていると思います本人は話してくれました。押し込まれた感のあるジェフ、まあ、いろんな意味でこういう、 こう独特の雰囲気の中でこうサッカーをやるというのはこの両チームの選手にとっても初めての選手が多いと思うんですよね。はい、ただこういう雰囲気の中でやはりこうできることできないことというのは私は今日のこの両チームの選手次につながるという感じがしますけどもね。深いのファールです。一つのきっかけとして 100% 以上の力が発揮できる環境である。そうですね、まあ、本来選手はどの試合でもその自分の持っているものを 100% 出すつもりでやらなきゃいけないんですけどもね、やはりこうロングタームでこう考えてしまいますからね。あとはまあ今日かなりこう激しくなりますからフリーキックというのは多くなると思うんですね。はい、セットプレーというのも一つのポイントでしょうね。レイナウドから縦に工藤が走ります。
工藤と長友、中へ返すレイナウド、柔らかいボール、マキとミシェル、裏のスペースを狙ってレイナウドのクロス、レイナウドにとってはあまり、いいボールを蹴れる持ち方をしてませんでしたけども、タイミングを見ましたよね、はい、もう少し1メートルぐらい手前ですとビッグチャンスでしたけどもね。このミシェルがトップ下に入ります。マキ選手も前節気合入ってましたよね、まあ、結果残念ながら勝てませんでしたけども、気持ちでねじ込んだヘディングシュートって言いましたね、はい、まあ、彼本来の姿だったって気がするんですよね、はい、まあ、今シーズンはキューブにとっても最後の試合になりますけども、おそらくこうストレスをためながら最終戦を迎えたような気もするんですけどね、それを一気にこう前節も爆発させたような気がしますけども、絶対的エースという存在では今年なれなかったんですね、そうですね。鈴木達也、柔らかいボール逆サイド、赤嶺を狙う。東京もここまでは鈴木、羽生、カボレ、そして赤嶺、この4選手で仕掛けてます。どうしても縦に速いサッカーですと中盤がちょっとサポートに行けないという感じですね。ミシェルです。右に坂本、もう一度ミシェル、開いてレイナウド、使いがゆっくりと今左からセンターに入ってきます。今のレイナウドも、まあ、あのディフェンスにかかりましたけども、あのタイミングでクロスを入れてくれると中は詰めやすいですよね。マキエ、沢原選手が下がりながらですけどいい競り合いしましたね。カボレ、鈴木達也、センターには赤嶺がいます。スペースを使う、切り返す、青木選手落ち着いた対応でしたね。そうですね、まあ、試合ごとに上福監督はメンバーもそれからシステムも前線は少し入れ替えてきますけれども、今日の立ち上がりの東京は赤嶺さんどう見てらっしゃいますか。そうですね、まあ、カボレ選手はもう真ん中にこう残ってる感じしますね、まあ、4-3-3 っていうシステムは割と上監督が多かったですけどもね、はい、赤嶺選手が、まあ、私は川村選手と基本的には2トップだと思うんですけども、その彼が一つこう川村選手の後ろにこう入るような感じにしますけどもね、はい、で中盤が4枚で、まあ、ボックス型で右鈴木、ね、左羽生という形です、はい、ですから前節から河村選手はそれまで左サイドを出ることが多かったですけどね、はい、前節からまあ真ん中に本来の彼のポジションだと思いますけどね、今の虎選手なんかも勇気いるんですけどもね、もう相手の足が見えてると思いますけども、ハイボールに頭を出していきました。池田から牧へ、牧には常に佐原がマークをします。今も、まあ、合いませんでしたけど、三島選手は裏へしっかりこう出ていってますからね、はい、両監督がベンチからピッチサイドあるいは戻ってくる、その動きを繰り返しています。ただ選手はおそらくもうそのコーチがほとんど聞こえないと思いますけどもね。赤嶺が流れます。赤嶺と戸田、粘って坂本、今度は羽生が行きます。東京ボール、ボールを入れるようです。長友、赤嶺とカボレ、その下に鈴木、羽生、今野がいます。一気にカボレを狙いました。青木亮太、使い、もう一度青木、一気に逆サイドへ、
ちょっと力入ってしまいましたね。まあ、今日の試合でその両チームのそのキーパー含めても最終ラインですね、はい、そこはどれだけこう常に冷静に対応できるかというのが大きなところですね。もう両チームともこう勝たなきゃいけないっていう、もうオフェンスの選手は当然そういう気持ちでこう前に行きますけどもね。ハイボー、まあ、前節のボスナーもイエローカード2枚で退場しましたけれども、まあ、焦りからか2枚目はあの相手選手のユニフォームを引っ張ってしまって、ね、まあ、あの早く起き上がってプレーしようよという気持ちだったと思うんですけどもね、まあ、あの辺りで冷静さをなんとか維持しなければならない、サハラです。鈴木達也蓋をしましたがノーホイッスル。いいパスになりましたね。マークからミシェウ、レイナウド中へ、逆サイドから深井もセンターへ行きます。ボールキーパーミシェウ、遅れて後ろから坂本も来る、ワンツー中へミシェウだ、倒れましたがノーホイッスル。プレー続けて欲しかったですね。ちょっと今のプレーではファールは取ってもらえないようですね。逆に強引に行った方が次でひょっとしたらというのはありましたけどね、まあ、どちらかというとゴールを背にして相手選手にぶつかっていくような感じでした。坂本からレイナウド、ミシェウ、後ろから行くプレーオン、オフサイドがない、マキー早い仕掛けでした。ジェフちょっとコントロールがこうあの自分の体が近すぎましたかね。ここ潰れたあとなんですが、早かったですね。工藤から、あちょっとあのバウンドを待ちましたね。あの捉えるボールの捉える位置をちょっと待ちすぎましたね、はい。まあ、今の工藤の判断は良かったですね。良かったですよね。レイナウド、ハイボー、鈴木と深い、なんと背中から落ちました。バランスを崩して背中から落ちた深い。この後うまく防御が取れませんで背中から落ちます。あただ一度鈴木選手はクッションもありましたね今。いやただ気合入ってますよね。名古屋では今シーズンわずか5試合の出場、得点なし。ジェフに来てから10試合に出場して4ゴール記録しました。まあ、その残留とかその3位とかいうのがありますけども、その今日もスタジアムに来られている人もそうです、この映像に見られている方もそうですけど、その本当 そのサッカーとい こう肉弾戦というんですかね、そういうのはこう何かまだこの前半十数分ですけどもね、そのこう何かいつもと違う J リーグを見ている感じがしますよね。カボレのシュートです。今ちょっとこうジェフのがいいリズムになってますよね、はい、ここでアレックス・ミラー監督がピッチサイドに出て少しテンポを上げるように、そんなジェスチャーを選手たちに送りました。両チームの監督も今日はちょっとゆっくりこう座ってるって感じはないですね、5月に就任をしました。それまで全く調子が悪かったジェフを夏場以降立て直してきました。青木、そして早川が上がります。レイナウドはゴール前へ、ジョークバントダーバーズ福祉へ大体ちょっと抑えた方がいいですけどね。ファールをもっとよく見てください。いやそうですね、そういう感じですね。使いが蹴るようです。ゴール前に4選手並んでいるジェフ、低
いボールだ。こぼれ球ミシェウ。スカイは何か意識的に低いボールですよね。そうですね、なんか今サインプレーだったですね。ラインを越えています。さん、今年ご覧になってこのミラー監督でジェフは何が変わりましたか？まあ、その7連敗した後、最初の試合ジェフは、まあ、8連敗しなくて勝ったんですけどね、その時は、まあ、あのロイヤル席でご覧になってましたけども、はい、まず選手にとってやはり あの時点で変わらなきゃいけなかったのは選手じゃなかったですね。まず、はい、その選手を決める人がまず変わらないと なんとなくこうチームが変わらないという雰囲気がありましたからね、はい、そこで、まあ、やはりそのプレミアでの指導歴のある方が来られたということで、その辺でこう選手のまずこう意識が変わったというんですかね、はい、大きなその選手 その技術が良くなったとかそういうことはないですけどね、うん、いわゆるその基本であるその選手としてハードワークをしなければいけないというのは選手がこう分かったような気がしますけどね、はい、加えて牧もそうです。今日下村ベンチスタートですけれども、絶対的なレギュラーはいないんだよ、そういうなんか競争意識というのも生まれましたね、はい、まあ、先ほどもその移籍組の話をしましたけどもね、やはりチーム内で常に競争があって、あの子も伸びますしね、チームとしても成長 していくと思うんですけどね、まあ、そういった意味では FC 東京のジョークカットもその勝っても選手が次の試合こう変わるとかですね、はい、いろんな意味でこう、変えていきましたよね。常にこう争うんだという姿勢をシーズン通して見せたような気がしますけど ね、 もう試合ごとにメンバーもそれからシステムも少し変えるようなターンオーバー性を敷いてきた。選手にとっては間違いなく戸惑いは最初あったと思うんですよ ね、 ね、ですから解消した後も何かあっというような試合をこうしてみたりしましたけどね、ただ終盤こうチームとしてこう安定感がこう出てきたっていうんですかね。そうですね、後ろから行きました牧のファウルです。牧選手の今の表情もそうですし、プレーもそうですけど、本当にまあ前節に引き続きこう気合が入っているような感じしますね。そうですね。ですから、ただ牧選手が点を取るためにはやはりゴール前へいかにそのいいタイミングでクロスが入っていくかというところでしょうね。この牧の下にミシェウ、深井、レイナウドとポジションを取ります。今は FC 東京の選手の方がちょっとこう圧力を感じているんじゃないですかね。今まあこのそういうところでシュートを打ちましたけども、何かボールを持つとすぐプレッシャーが来そうだという雰囲気が FC 東京の選手は持っているかもわかりませんね。カボレです。日本代表長友のカボレ、アサリは一旦下げます。最終ラインの森は赤峰、今度は足を出します。前向く羽生、このパスはトーラス。伊藤選手いい狙いしてますね。レイナード、ノーファール。入れ替わったところでレイナードは倒れました。入れ替わるところはいいプレーなんですけどね、あそこを続けると逆にファールを取ってくれると思うんですけどね、はい、ちょっと明らかに自分から倒れていきますね。そうですよね、今逆にカード出なくてよかったんじゃないですかね。工藤からもう一度そのレイナウド、いい時のこう球場になってますよね。坂本から一気に牧へ、体を生かしました牧誠一郎。2003年からジェフ在籍、もう6年目になりました。福島選手ですけど、同じ熊本の大津高校の先輩後輩ですけどもね、
串間選手は3年の時、岩崎選手は1年だったと思うんですけどね。串野が29歳、97年にジェフに入りましたけれども、いや私あの当時その強化をやってまして、彼を熊本で取りに行きましたけどね、はい、息の長い選手になりましたね。そうですね、まあ、怪我は、まあ、ありましたけどもね、いやレナードも、まあ、先ほどちょっとこうシミュレーション気味のプレーをしましたけども、まあ、試合はまだあの何十分もありますけど、今のようなこう気持ちいいプレーをシーズン当初からやっていればですね、大体こういう残留争いをするチームはあの時からやってればなと思ってると思うんですけどもね、往々にしてその後がないということで、その本来のものをこうあの人間って出すものなんですけどもね。達也が下げます。ファールを取りました。ブロックをした赤峰のファールです。いいですね、ジェフの今最初ラインこう前へ前へという気持ちがありますからね、はい、ただ今まだ前半のまあ中盤、そのフィジカル的にそのフレッシュですからね、そういうプレーができますけども、まあ、勝負は当然その後半になってくると思いますけどもね。今日の試合こういうあの試合というのは先制点を取ったから有利というのはないですよね。逆に取られた方があの逆にこう力を出すというのが多々ありますからね、はい、まあ、本来のサッカーのセオリーというのは全く当てはまらないゲーム、まあ、そうですね、そう思いますね。入れ替わって鈴木達也、サボレのトリッキーなプレーでした。今日のスタジオもいつになんか一つ一つのプレーでこう拍手が出ますよね、今日の雰囲気、プレミアリーグのスタジオにちょっと似てますよね。18,500人、チケットはすぐに完売をしました。すでにジェフは奇跡を信じて入れ替え戦のチケットの準備も何か始めているということです。とにかく一つでも上に行けばいいと思ってると思うんですよね、はい、森岡です。私も98年だったと思うんですけど、 J のその、参入争いっていうのがあったんですけども、はい、その時に、深くにもその参入戦で参加してしまいましたけども、私はフロントでしたけども、とにかくそのプレイヤーじゃないですけど、現場じゃないんですけども、こう常にこうストレスだったですね、はい、非常にプレッシャーがかかる状態ですね。そうですね、面白いもので残留が決まったら、その私はストレス性腰痛になってしまったんですけども、残留が決まったと同時に腰痛がなくなりましたけどね。腰痛も他の要因でと言いましょうか、そういったものから影響するんですね。まあ、ですから、まあ、スタッフもそうですし、先生も、まあ、ここ数日なかなか出れないとかですね、はい、食事がこう喉を通らないっていう人がかなりいるような気もしますけどね。古川電工のサッカー部ができたのが1946年、その後日本リーグが65年にスタートしましたが、27シーズン、そうですね、ずっと一部だったのは、はい、まあ、古川一チームだけです。串野出ます、まあ、日本リーグ、J リーグを含めてずっとトップリーグにいるのは川本さん、このジェフだけ。そうですね、あの一チームだけになりましたけどね、はい、私もこの日本リーグ27回のうち26、27回と2年間監督やらせてもらいましたけども、はい、その時は優勝争いをするようなチームじゃなかったんですけども、とにかくあの26回の時は落ちないように、そういう戦いしかできなかったですね。あの自分としてすごいこう不甲斐ないシーズンだったんですけども、それでも落ちなかったというチームなんですね。になります。今度から鈴木達也、
えず深井のディフェンス、流れたボール徳永拾う、徳永と深井、中を伺って柔らかいボール、戸田のヘディング、ニシェ前にはまだマキしかいません。ここまでのジェフは予想も非常に早いですし、そのサポート体操もできてますからね、はい、あとはその攻撃の時にいかに数的優位が作れるかでしょうね。シェウ、スカイ、レイナウドも守備の時は下がりますけれども、マキはなんとか前線に残っていてほしい。そうですね、おそらく両チームともこの1週間この試合にあの備えていろいろこうやってきたと思いますけども、はい、もうこの試合が始まったら当然そういうのは頭に入れなきゃいけないですけども、もうとにかくその切り替えをいかに早くするかだけだと思うんですけどね。そうですね、モニアからアサリ作り直します。サハラから今野、長友、今野、少し手前サイドはピッチがコンディション不良です。カボレ戻す、赤嶺前向く、落としてミドルレンジ、アサリ内ごろでした、ミドルシュート、アサリ、ここはいい作りでしたね。そうですね、ただここもジェフもう3人飛び込んでますけどもね、もう体に当たってくれればそれでいいという感じでしたね。センターバック2枚は常に牧がいるサイドにサハラで、モニワを残してます。カボレ、中を使ったボールはスカイが拾います。ハイボール、長友と牧、前節は久しぶりにゴールを決めて今日はスタメンのチャンスをもらった赤嶺。6試合ぶりの得点でスタメンも今日は5試合ぶりです。今年の赤嶺は赤星さん、チャンスをもらって、代表入りの可能性もあって、そうですね、いろんなことがありましたね、そういうと可能性のある選手が本当にたくさんいますよね。フル代表の選手も少しずつ増えてきました、あとも選手が成長したのが大きいですよね、はい、吉井東京もそうですし日本代表にとってもそうですよね。右も左もできる選手です長友で、今予想ではこの長友と名古屋にいます小川、この辺りが今シーズンの新人王になるんじゃないか。そうですね、名古屋の小川選手は本当に今シーズンコンスタントに力を出しましたね、はい、このくしくも2人は明治大学の先輩と後輩になります。ちょうど名古屋と FC 東京、名古屋のホームの試合の時小川選手はですね、出場停止だったんですよ。そうでしたか。それで FC 東京が勝ちましたけどもね、はい、それだけ今名古屋にとっても小川選手の存在って本当に大きな存在になりましたね。そうですね、得点力もありますね、そうですね、チャンスも作れますし、クレバーですよね。長友は取材に関して、まあ、自分の個人賞よりもまずチームで結果を出すこと、勝つことを優先したい、その上で自分の新人王というのは、まあ、嬉しい結果ですと、こう話してます、まあ、新人王というのは本当にチャンスは一度しかないですからね、池田から牧、拾って坂本、今のあたりは頭でいくところはもう、まあ、足でもとおかしくないですけどね、はい、より確実なって感じですよね。徳永からアサリへ、鈴木達也、羽生、粘って鈴木、レイナウドのファールを取ります。東京ボール、いやゲームがこう止まらないですよね、まあ、その
ファウルとかそれがありますけど、次のプレーは素早く始まりますよね。まあ、このシーズン終盤は最終戦ですけども、このようなこう両チームが同じような気持ちで戦うと割と少ないですよね。どちらかがとにかくその 100%、120% でやるっていうケースはありますけどね、まあ、その両チームとも残留争いをしているわけじゃないですけども、やはりこの勝ちにこだわってますよね。どうしても終盤戦になると負けたくない、まあ、負けなければいいというゲームがありますけども、両チームとも同じような条件でこの試合に勝ったら優勝だとか、この試合に勝ったらその残留だとかっていうんでしたらね、分かりますけど、そういった意味では両チーム違いますけどもね、両チームともに他力本願ではありますけれども、勝ってアジアチャンピオンという、あるいは残留、はい、勝たなければなりません。秋が下がってきます。工藤、右にはレイナウド、坂本が追い越していきます。中には牧、ミシェウ、ここはアサリに当ててしまいました。シートキョ、今のアサリ選手もそうですし、藤山選手もそうですけども、その使われてなくてもポンと使われるとしっかりこう仕事をする、そのベテランとしてのその存在感を今年こう非常にこう毎試合こう出したような気がしますけどもね。そうですね、34、ベンチの藤山が35歳、来シーズンも藤山は現役続行。監督にとってはもう、まあ、試合に出てもこう計算できますし、その試合に出なくてもこういろんなことをこう示してくれるっていうんですかね、はい、大きな存在ですよね。赤嶺が流れます。センターにはカボレ、鈴木達也、今野から徳永へ、今野取り返して、ジェフ・ボー、最前線の牧へ、羽生、レイナウド、倒れない、倒れませんね、やればできるんですよね。中奥がスペースへ、低いボールで牧を狙いました。いや、今の攻撃は迫力ありましたね。まずここですね、このコンタクト前でしたら倒れてましたけどね、レイナウドから牧へ、シーティーはもう少し前にこうクロスが入ればっていう感じがありましたけどね、立つのが早いですね。もう35分です。牧の落とし、ミシェウ、前向くシュート、もう一度拾って右サイド、レイナウド、サポートを待ちながら柔らかいボールだ、サハラ粘りました。サハラ選手今高かったですね、まあ、抜ければミシェウが待ってました。接触があって今スカイが倒れてます。足首ですかね。ジェフの控え選手は前半からすでにベンチの後ろでウォーミングアップは続けています。このハイボールの後でしたね。ここで森谷選手のキックの足がそのまま当たりましたかね。蹴られてその後ちょっと踏まれたかもしれませんね。踏まれてますね。
細かいこう指示をしてましたね。今左サイドの青木選手にですね、はい、この逆サイドで競り合ってるんですけども、もっと絞りなさいとい こう指示をしてましたね。ボールサイド、まあ、メインスタンド側にポジションを動かしなさい。そうですね。いや、そのこれもそのディフェンスの基本ですけど、ね、ボールがどこにあるかでポジションをディフェンダー修正しなきゃいけないんですけどね、はい、赤峰からカボレー繋がって長友、柔らかいボール逆サイドフリーだー、ボレー、うわー、ナイスキーパーですね。ビッグチャンスでした東京。よく止まりましたね今ですね。このクロスが来る間に出て行って、ここで止まりますよね。このままフラッとこう行ってしまうとゴールだったでしょうね。シャクシノ、今日2本目のコーナーキックです。蹴るのは徳永、ジェフは前線に帰ってます。ヘイト先制東京。いやー、川村選手素晴らしいヘディングシュートでしたね。手元の時計で前半39分、均衡が破れました。カボレはこれが今シーズン11ゴール目。いいコースでしたね。いや、そうですね。マークがちょっと遅れましたけどもね。追いかける展開となりました。レイナウド、坂本、工藤からクロスだ、牧へ、これもサハラ。そうですね、サハラ選手今日非常にいい集中してますね。そうですね、フロンターレから出場機会を求めて今シーズン東京にやってきたサハラ。使い牧へ、うまくモニアの前に入ったんですがボールがキープできず。ただ、まあ、今のような攻撃を続ければチャンスは出てきますよね、はい、あとはジェフにとっても、まあ、1点取られましたけども、いずれにしても今日は点を取らなければ次のチャンスはないわけですからね、はい、レイナウドからマキなければジェフの残留はありません。2点必要です。清水さんも同じような角度からもっと難しいヘディングシュートを決めてますからね。池田から牧へ、戸田、坂本、体を入れてレイナウド、ジェフボールです。最終ラインの池田から長いボール、牧が先に倒れてましたがホイッスルなし。横浜 FC からやってきた早川、赤峰、センターはカボレがいます。前を向きます今野。今野選手も本当にどんな試合でも代表でもそうですけどもね、自分のリズムを変えないっていうんですかね、コンスタントに力を出しましたよね、
工藤からレイナウド、前に坂本、切り返して中へ、裏のスペースを狙う。ここはしっかりと守備に帰ったカボレに上福監督はいいぞと声をかけています。今も狙いは結構面白かったですけどね、坂本選手がちょっとこういっぱいいっぱいって感じだったんですけどね。前半の今アディショナルタイムの表示2分という準備です。東京が先行しました。今日 FC 東京のセンターバック2人結構集中してますね。沢田選手もそうですし、野田選手もそうですね。森田も怪我の多い選手でしたけども、今年に戻してきましたね、この右サイド、レイナウドのところ大きなポイントになりそうですね。ここを起点になんとか崩していきたい。赤嶺から長友、レイナウドのチェック、すぐに出ていく。牧はセンターへ、ミシェルと深井もいる、えぐってクロスだ、逆サイド深井。徳永選手よく体張りましたね。レイナウドから深井、コントロール、戻したボールは戸田が拾います。前半のアディショナルタイムの表示2分です。中を伺って青木のシュート、塩田のキック、そのままキーパー塩田のところに戻ってきます。時間を確認して少しゆっくりとプレーをします。今シーズンここまで全試合に出場の塩田、東京のその先制をしてちょっとこうチームとしても全体的に落ち着きましたね。深いです。鈴木達也が入れ替わります。流れたボールは牧拾えない。ミシェル縦へ行く、深い、徳永の勝ち。両サイドにカボレと赤嶺、センターに鈴木達也がいます。深井選手を見ているとこう余裕がないというんじゃなくて、もう常に 100%、120% を出してプレーしてます、レイアウト、うまいディフェンスしましたね。ミシェル、この前半最後ぐらいでしょうね。手元の時計はまもなく追加の2分が経過します。青木亮太が出てきます。中にレイナウドとマキ、溜めて中へ仕掛けていく。ここで前半終了のホイッスルです。0対1、アウェーの FC 東京が1点もリードしてハーフタイムに入りました。非常に展開の早いスリリングな展開でしたね。いや本当ですね、ただそのジェフの勢いをしっかりこう抑えてた FC 東京が先制したなって感じしましたけどもね、こういった難しいゲームを得てしてセットプレーと言いますけれども、先に取ったのが東京でした。いや緊張感のある本当にいい前半だったですよね。
第34節ジェフユナイテッド千葉対 FC 東京は0対1前半を終えてアウェーの東京がリードしています。この放送は福田電子アリーナからお送りしています。まもなく後半戦がスタートします。 J1 残留をかけた最後の45分です。34節ジェフユナイテッド千葉対 FC 東京の一戦、先にピッチに戻ってきたのはホームのジェフです。ジェフが前半シュート5本、アウェーの東京6本、コーナーキックが2つあってそのうちの1つを得点につなげた FC 東京です。どちらも今見たところハーフタイムの選手交代は川本さんないですね。そのようですね、東京がエンジンを作ります。まあ、関係者に伺ってもミラー監督含めて選手たちには前半の他会場の経過は伝えないという判断もしたそうです。まあ、とにかくこの試合に集中したいですからね。そうですね、はい、後半がスタートしました。ホームのジェフが右エンド、アウェーの東京は左から右へと攻めていきます。駆動からまず長いボール前線のマキエ、戸田が拾う、レイナウド、開いて深いサポート、青木亮太オーバーラップ。まず川本さん、後半のジェフですけれども、はい、戦い方このままでいいのか、まあ、変化をさせるべきなのか。前半に比べればもう少しそのオフェンシブにっていうんですかね、当然その次の1点を捉えるとかなかなかこう厳しくなりますけどもね、はい、まあ、その最終ラインはとにかくその前半よりも増してその集中というんですかね、はい、しっかり取って、なおかつやはり立ち上がりは青木選手があの前に出てきましたけどね、両サイドがもう少しこう攻撃に絡んでこなければという感じがしますけどね。サイドバックの坂本、それから青木、2人はなかなか前半戦上がることができませんでした。あと FC 東京の方はまあその前半1対0でリードしましたけども、当然その2点3点取れれば本当に有利になりますけども、逆に最終ラインの方はもうこのまま終われば勝てるんだって気持ちは間違いなくありますからね、はい、ただ前半のその今も触れましたけども、サファラモニア両センターバックの集中は前半素晴らしかったですよね。そうですね、戸田がサイドを変えます。青木亮太、今シーズンガンバ大阪からやってきました。青木亮太、もともとは千葉の市立船橋高校出身の選手です。前線のマキエ、これはモニアが担当します。青木選手もあのシーズン前半の頃はこうまだこう危なかしっていうんですかね、はい、ただこう試合を重ねるためにこう成長しましたよね。戸田のボールをカットして今度が運ぶ、これ4対3ですね。赤嶺左、中はカモレがいる、ラストパス、もう一度赤嶺溜めてスペース、羽生だ、ポスト、セカンドボール拾って鈴木達也、ミシェウが行く、柔らかいボール今野へ、鈴木達也左足、カウンターのビッグチャンスでした。東京徹底的でしたね。そうですね、今そのカウンターを取ってそのジェフの方がボールウォッチャーになってしまいましたね、はい、ただ決定的なところポストに当たりましたから、まあ、月もまだありますからね、こう短時間で選手がこうすぐ切り替えができるかどうかですね。この段階で2点ビハインドというのはジェフにとって相当厳しい条件です、もう2点取られると3点取らなければ勝ち点3は取れないわけですからね、
シェウ、羽生のディフェンス、いいブロックです。縦カボレを走らせます。カボレが拾う、センターへ羽生、サイドを変えて鈴木達也、徳永へ、中にはカボレと赤嶺がいます。ジェフのこの後半の展開を見てカードをどう使ってくるかでしょうね。そうですね。レイナウド、クロス、サハラのブロックです。今日は本当にゴール前調子のセンターバックが立ちはだかりますよね。ただ今日はその FC 東京のセンターバックがその高さが強いからといってちょっと変えると逆にダメでしょうね、はい、何回かこうトライしてそれが一度合えばいいわけですからね、はい、今日のゲーム展開ですと川本さん、牧は置いておきたい。いやそうですね、あとは彼 の, そのメンタル面もありますからね、はい、まあ、交代選手で予想できるのはストライカーでは新井、それから矢沢もベンチに今日は入ってます。鈴木達也、中は東京3選手、低いボール、いや抜けましたね意識的に低いボールでした。鈴木達也、縦に仕掛けてそのまま誰も触らず抜けていきました。鈴木選手ってはこうプレーにキレがありますよね。そうですね、シーズンの途中柏レイソルから期限付きでやってきました。東京サイドも彼の力を評価して来年もやってもらいたい、そういう話をレイソルサイドにする準備をしているそうです。ただこの仕事ぶり見たら柏レイソルも戻したいと思うんじゃないですかね。坂本、羽生のディフェンス、ドリブルしてますけど、今シーズン、シーズン入る前に練習場でちょっと会いましたけども、まあ、新潟から戻ってきたんですけど、まあ、大変な時期に戻ってきましたけど、もう今はもう頑張るしかないんでっていうことを話してましたけどもね、はい、環境を変えるために新潟に行きましたけれども、1年ですぐに戻ってきました。その間にチームは選手が大量に出ていって、そうなんですよね、非常に坂本自身も苦しかったでしょうね、レイナウドキープできません。ミシェウがもう少しこう仕事してくれると攻撃に厚みが出るんですけどね、カボレー、ニュースは池田、一気に逆サイド、ちょっと深くなりました、まあ、柔らかいボールを入れましたけどもね、ヘディングで先制ゴールを決めたカボレーです。カボレー選手は、まあ、FC 東京に残るんでしたら来シーズンがもっとやりそうな感じしますけどね。今年1年目ですけれども非常に評価を上げましたね、日本よりもっと厳しいKリーグでプレーしてたわけですけどもね、はい、やはりそのサッカーの違いっていうんですかね、それに戸惑ってたような気がしますけどもね。お隣の韓国 K リーグからやってきましたカボレです。ミシェウ、この試合ジェフ初めてのコーナーキックです。コーナーで先手を許したジェフです。ミシェルが蹴りに行きます。ショートコーナーを使う、羽生が読んでました。羽生選手がいた時にはいなかった2人のプレーだったんですけどね、逆に読んでましたね。
まだ池田とそれから早川ゴール前に残してます。あの辺り羽生はしっかり見てました ね。そうですね。この長友選手も出てきましたね。今度から長友、カモレが追い越していく、中へ仕掛ける、この人はシュートもある、どうだ、決めた、追加点東京。いやちょっとジェフ寄せが甘かったですね。中に仕掛けて見事なミドルシュートでした長友。カオロ選手がやはり前へこう走っていったんで、それにちょっと釣られましたからね。J1 残留のためにジェフは3点必要になりました。ここでアレックス・ミラー監督は選手交代、交代選手を準備させています。鈴木達也一旦下げて徳永、中には赤嶺と羽生です。逆サイドカボレまで、いいボールだ、入れ替わった、カボレ、徳永からカボレ、今ミラー監督に指示を受けているのはストライカーの新井のようです。点を取りに行かなきゃいけないですからね。どうやらミシェウに変えて新井投入です。カモさんのご指摘のようにちょっとミシェルがボールに絡めていない、うん、そうですね、まあ、そのトップ下のポジションにいますけども、ドリブルでチャンスを作るとか決定的な仕事が、まあ、できてないですよね。青木亮太フローです。レイナードスペースを使ってマキでコントロールをします。スカイ、ここで選手が交代します。ミシェンに代わって新井投入です。スカイのドリブル、クロスが入ってくる、今野です。坂本から長いボール、交代層の新井、ヘディングで中へ、レイナードが来る、いい落としでした、そうですね、いい攻撃しましたけども、佐原選手もしっかりこう読んでました ね。その前の今野選手もそうですけども、その攻撃センスのある選手というのはディフェンスもやはりいいポジションを取りますよ ね。ここもそうですね。今野です。ドリブルは鈴木達也、右カボレ、ダブルタッチで自分で突破を狙っていきました。鈴木達也、素早いスローインです。東京追加点を挙げた長友、羽生、こぼれたボール、これはファールを取ります。今もそうですね、その中央のボールになったときに、その今野選手とか羽生選手がすぐこうボールをプレッシャーかけるんですよね。そこで取れなくても次でこう狙えますからね。でも今今野選手のところで取れたわけじゃないですけどね、はい、そこで寄せてくれたことによって最終ラインが狙えましたね。
タイムの両監督のコメントをご紹介しておきましょう。まずジェフ・アレックス・ミラー監督です。お前たちは0対1で終わらない、これまでも跳ねのけてきたんだと。45分間プレスをかけてボールを奪い続けなさい、今必要なのはゴールを取ること、積極的に突破を仕掛けていけ、そういう指示です。すでに状況は0対2に変わっています。スペースへ羽生が出てきました。気持ちはちょっとコースを変えるようなキックしたかったんでしょうけどね、今度から柔らかいボール出ていったのが羽生でした。ジェフはちょっとこの時間セカンドボールを拾えないんですね。今羽生がベンチに向かってちょっと変えてくれというようなジェスチャーをしましたね。あ、すぐにジョース監督が今控え選手を呼びに行きます。行かせます。羽生自身にアクシデントがあったのかどうかちょっと分かりませんけれども、今日の試合、両チームとそのやはりスタートからもかなり飛ばしてますからね。羽生がどうやら自分から変えてくれといったジェスチャーをベンチに送ったようです。ボールは牧へ、工藤、牧、打てない、近野、戸田のブロック、開いてレイナウド、中には新井がいます。そして牧も入ってきた。この辺でこう相手をかわせるとまた違うんですけどね、早めにこうゴール前にボールを入れたいという気持ちはジェフ分かりますけども、はい、大竹が今ベンチに戻ってきました。入れ替わった、いいコントロールしましたね。シュートだ。ちょっと力がありませんでした坂本。中はカボレ、羽生を使う、ワンツーオファー。やはり羽生の状態がちょっと良くないようですね。先ほどゴール前詰めた時にひょっとしたらこうピリッときたのかも分かりませんけどね、おそらく筋肉系の痛みを本人がちょっと覚えたようです。流れたボール青木亮太、牧は一番遠いサイド、レイナウド、これは徳永が呼んでる、ハンドです。まあ、ああいうところですね。ああいう1対1の時に、まあ、そのゴール前で必ずこうボールを戻してくれるとかですね、まあ、先ほどのミシェルもそうですけどね。今度が拾います。カボレ、今度は出ていく、鈴木達也、羽生、鈴木達也、バックパス、徳永、羽生選手のプレー見てると痛めてるって感じでもないですけどもね。あの動きを見ながらジョーフ監督も大竹の投入は、あ、カボレが行きます。切り返した、どうしても得意な足は右足ですからね、できるのかという確認をして、やはり羽生からもう一度メッセージを受けて今大竹の交代を提出しました。それからジェフにも選手の交代があります。矢沢達也が出てきましたね、はい、サイドからのドリブルが武器の矢沢です。こちらは深井に代わって投入されるようです。両チームに選手交代。羽生がキャプテンマークを外してピッチを後にします。オレンジのバンドはサハラが受け継ぎました。今日もよく走ってましたね。いやー、そうですね、もうとにかく恋するとともにも 100% というよりも 120% って感じでしたけどもね、はい、両チームに選手交代です。
羽生選手も私は本田をやりづらかったんじゃないかと思いますけどもね、本来の羽生選手のプレーを交代してもらい出しましたよね。徳永赤嶺バックヘッド、そこに大竹が入ってきました。まあ、前節の決勝ゴールをコーナーキックでお膳立てをしたのが大竹です。さあ交代する矢沢、中へ仕掛けていく、倒れない、縦へ出会って倒れない、ノーファール、ノーファール。うーん、ちょっともう完全に抜かれましたからね。ここはいい仕掛けでした、矢沢達也。ちょっと先に状態が伸びてましたかね。ただああいうところで倒れるんではなくて、やはりもう強引にシュートまで行くんだという気持ちが大事という気がしますけどもね、はい、柏レイソルから環境を変えてこのジェフにやってきた矢沢。1点が欲しいジェフです。流れたボール、レイナウド、前には新井と牧、レイナウドから牧を使う。佐原選手冷静ですよね、線に行けば行けたと思いますけども、ジェフのサポートがありませんでしたからね。返すのではなくてあえて、まあ、スルーをして、そうですね、はい、ゴールキックを取りました佐原。徳永です。拾ってカボレ、アサリからもう一度カボレ、入った大竹、得意の左足で持つ、サイドへ赤嶺サポート、長友、手に当たりましたが、プレーオンでも良かったですけどね。今日の主審は松村和彦さんです。坂本、レイナウド、ここからの崩しで一工夫ジェフは欲しいですね。そうですね、若干焦りもあるのかも分かりませんけどもね、レイナード選手は持つと必ず2枚で仕掛けがいきますね、はい、矢沢です。戻して坂本から柔らかいボール逆サイドまで牧、ちょっと深い、まあ、狙いは面白かったですけどね。ディフェンスラインの背後を狙ったボールでした。まあ、おそらくシュート来るだろうというディフェンスは思ってましたけども、中盤でアサリ、右の徳永取り返した、戻します、矢沢から戸田、逆サイドへルーズボール、カボレが拾います。カボレが仕掛けていく、スピードに乗る、切り返した、シュートだ。これも決定的、東京、いや、フリーすぎましたね、狙える余裕があったんで最後ボールから目を離してしまいましたね。勝つと FC 東京は58ポイント、ライバルチームが勝ち点を落としてくれる、他力ではありますけれども3位以上も十分可能性があります。長友、流しました、坂本から工藤へ、柔らかいタッチからクロスは入らない、いい対応でした浅井。レイナウド、戸田、いい局
ここはうまくいなしましたけどもね。ニアサイド、マサリ、矢沢、マキと入ってきました。FC東京は前線にカボレを残しています。ニアサイドへ、いいボールでしたけども ね、坂本のボール、ニアサイドにこのレイナウド、この辺はもうゴール前に行ったらもう全員がそのストライカーのような気持ちでいいと思うんですよね。強いですよね。闇雲にこう競りに行ってるんではなくて、一人がボールを重なることがほとんどないですよね。一枚と一枚がこうカバーしてるって感じがありますからね。残りが20分です。ジェフは3点必要です。キレが戻ってきましたね。いやそうですよね。今日のお客さんは 17,152 人です。鈴木達也、早川がクリアします。ほぼフルに埋まりました福田電子アリーナ。ジェフの方がちょっと気になるのはその、まあ、ラフにクリアするのは構わないですけど、その辺がちょっとこう繋がらないドブのボールにならないっていうのはちょっと気になりますけどね。坂本、ワイドにレイナウド、すでに中には新井、矢沢、そして牧がいます。その少し今日、まあ、出身の松村さん、フィジカルコンタクトはそれは取らないですからね、はい、そういうの今日の出身はあまり取らないと早く感じなきゃいけないですけどもね。ミドルシュート、矢沢が狙いました。点を取らなきゃいけないジェフの方が後半これで坂本選手に続いてまだ2本目なんですよね、シュートが少ないですね。逆にシュートを打たせてもらえないっていうのもあるかもわかりませんけどもね、はい、ジェフボールです。工藤から素早く長いボールを使う。前には通りませんでした。得点です。ストライカーの新井、中身で体を入れます。カボレうまく当ててマイボールにしました。いや頼りになりますよね、厳しいプレッシャーの中でもしっかりマイボールにしてくれますからね。186センチあります。早川、セカンドボールの狙いが FC 東京の方がいいですよね。オフサイドです。赤嶺、ボールが止まってこれがオフサイドが流れている。大竹が行きます。大竹ボールキープ、カボレー
結局笛を吹かなかったんですね。そうですね。で赤嶺はプレーをやめてオンサイドにいた大竹が出ていきました。ちょっと焦ってきましたかね、ジェフの方は。後半も約30分、残り15分ですね。拾って矢沢から長いボール、新井へ通った、シュートだ、ゴール。1点返しましたね。1点返したジェフ。矢沢選手も狙ったっていうのを、もう思い切ってこうシュートしましたけどね。この接触プレーで鈴木達也がちょっと足を痛めています。で入れ替わった後はこの思い切ったシュート、で塩田も触ったんですが、そうですね、当てるのが精一杯。これでまたジェフの選手にこう気持ちが戻ってくるんですかね。そうですね、 FC 東京の方は逆に守らなきゃという気持ちが強くなりますからね。接触プレーで鈴木達也がちょっと足を気にしてましたけれども、今立ち上がってプレーは続けています。取り返した赤嶺、戻して大竹、中はカボレ1枚、赤嶺、赤嶺選手はちょっと疲れてきましたかね。後ろから引っ張った赤嶺のファウル。城福監督はそろそろ交代選手を考えているという状況です。大竹選手は準備してますかね。ちょっと風が鳴った後も赤嶺と矢沢がやり合ってましたね。おそらく矢沢選手の一部だと思いますけどね。マキ、つながって荒井、サポートが欲しい。よく落とした青木へ、あの辺落ち着いてますよね。青木から長いボール、牧が待っている、落とした、チャンスだ、ボレー、追いついて同点。牧の落としから矢沢のボレーシュート。いや、分からなくなりましたね。あっという間に同点2対2。青木選手もいいクロスを入れましたね。体を張った牧、そして落ち着いて流し込んだ矢沢。これよく粘りましたね。いや本当ですね。いやシュート難しいボレーショートですけどね。徳永、中を伺うスペースへ出した鈴木達也、2対2同点です。監督は平山はベンチに呼んでますけれども、まだ交代の要旨は提出していません。一気に分からなくなりました。早川です。カボレのディフェンス囲まれた。ライバルチームですが、ジュビロ、ベルディともに1対0、1点ビハインド。勝てば一気に残留の可能性もあります。フロンターレ同盟は勝ってます。粘ってレイナウドからワンタッチある、コーナーキックになりました。流れは完全にジェフになってきましたね。
今のレイナードのキック、まあ、ラフに蹴りましたけどコーナーキック取りましたからね、はい、池田そして早川も上がります。レイナードのキック中に返って工藤だ。いや浮いた、慎重に行きました工藤のボレーシュート。いやーそうですね、今最初はその思いっきりボレーで打とうとしましたけどもね、変にコントロールしようと してしまいましたね、池田翔平、牧が行く、流れてくる、拾ったチャンス、荒いボールキープ、レイナウドへ。いやー、今度選手でしたね。あっと後ろが入った、PK PK ですね。PK 後ろから足を出してしまいました。いやー、今度選手もいいカバーをしたんですけどもね。2点ビハインドから同点、さらに PK 獲得。これを誰が蹴りますかね。いや一度は近藤選手カバーしましたけどレイナードが本当に粘りましたよね、はい、倒した近藤にはイエローカードが出ています。レイナードがボールをセットしました。それからジョーフ監督はこの後ですが近藤祐介を呼んでいます。ライバルチームはいずれもリードを許してます。決めれば勝ち越しのジェフ。この PK は全 J1 残留を果たすものになるのか。レイナウド3対2。いやー強烈なシュートでしたね。落ち着いて上を狙ってきましたレイナウド。ユニフォームを脱いでしまったレイナウドにはカードが出ますが3対2、1点リード。サポーターは高い量の動向は分かってます。FC東京は鈴木達也に代えて近藤をこの後投入します。10分も経たないうちにジェフは3点取りましたね。こんなゲームがあるんですね。いや本当ですよね。2対0で FC 東京がリードしたときはジェフは厳しいかなと本当は思いましたけどね、鈴木達也に代えて近藤投入です。でもしヴェルディとジュビロが揃ってこのまま敗れるようなことになりますと入れ替え戦もなく、そうですよね。まあ、当然今プレーをしている選手はそういうのは分かってないと思いますけどね、マーキ選手はちょっとアフターでしたけどね、マーキにカードが出ます。ジェフの選手にとっては、まあ、残り10分切ってますけど、この残り10分切ってる時間でもどれだけこう集中してやれるかっていうのは彼らにとってもそのサッカー人生の中でもその数分という感じがしますけどもね、一生残る数分だと思いますけどもね。中峰、今度だ、切り返した、シュート、よく足を出しました。最後は青木選手だったですかね。コーナーキックは大竹が準備しています。もうフィールドプレイヤーは全選手ジェフ陣内に入りました。戸田のヘディングブロックをする長友、もう一本コーナーキック、遠いサイドへヘディング、胸でブロックをしました工藤選手ですかね。
ナーキック、コーナーが続きます。これもよくブロックをしました工藤。ジェフはニアポストに工藤を入れて、ファーサイドには選手を入れていません。先ほどそこを使われて先制ゴールを許してます。遠いサイドを狙う長友が拾います。キープできない。ジェフは残り時間をそのまま、当然このまま終わるわけ、勝ち点差を上げるわけですけども、はい、この残り時間の戦い方っていうのはこう冷静にチームにこう伝えなきゃいけないと思いますけど ね、 ね、残り6分とロスタイムをそのどうやって使うかですね。いやそうですね、今あの井上監督ちょっと見てましたけど、ちょっとこう今考えてるなって感じはありましたけどもね。下村投入を呼びました。非常に大切な状態です。いやそうでしょうね。徳永長いボール、モニワと佐原が前線に上がってます。ジョーク監督は今度は平山を呼びました。ジェフのもまあ厳しく対応しなきゃいけない中でも冷静さというのは絶対必要ですよね、はい、FC 東京にもアジアチャンピオンズリーグの出場権がかかってます。近藤雄介、いやアクシデントですね今。早川、ここも牧、強いですね。ボールをキープした柳井、取れない。佐原2対2、裏へ入れ替わった、オフサイドがない、矢沢が運ぶ、キーパーで1対1、どうだー、4点目、これは決定的かも分かりませんね。新井選手も落ち着いてましたし、矢沢選手もうまく抜け出しましたね。喜んで工藤、池田が天を向いて倒れてます。4対2、オフサイドラインギリギリの、いやそうですね、ハーフウェイライン手前から行きました、はい、最後は落ち着いてキーパーをかわした新井、失礼、矢沢達也。東京は今アサリに代わって平山、そして下村と海は工藤に代わって入ります。交代出場の矢沢が仕事をしました。牧が後ろで今ディフェンスをしてます。もう何か3人目のセンターバックのような感じですけどね、はい、ベンチからなのか自分の判断か分かりませんけど今最終ラインにいます。ここに牧、ここもそうですね、ファールですね。東京がまあ平山それから近藤を入れたということで、そのあたりも考えての布陣かもしれません。代わって入った平山です。おそらくジェフのベンチには高い上の経過は伝わってるはずです。まあそうでしょうね。試合中にもご紹介しましたけれども、古川電工以来、まあ、ジェフは落ちない、そのジンクスをご紹介してきましたけれども、このまま残留を一気に決めるようなことがありますとやっぱり落ちない。いやただこのような、まあ、そのアマチュア時代含めてこのギリギリの試合ってのは、はい、なかったですよね、まあ、ベンチに入ることもできなかった控え選手はあのスーツ姿でコーナーフラッグ付近で試合を見つめてます。先ほどのファウルでイエローカードは大竹に出てました。牧が拾う、下村遠見縦へ行く、新井ボールキープ、粘りましたがノーファー、
イエローカードが荒井に出ました。そうですね、ちょっと倒れながら蹴ってしまった感じですけどね。荒井にカードです。ちょっと笛がもう聞こえなくなってきました。もうアレックス・ミラー監督も信じられないといった表情でそうですね、顔を覆って両手を広げてました。放送席から見てますと、もうメインスタンドのお客さんバックスタンドのお客さんも立ち上がって声援を送ってます。そうですね、これなるまで何度時計を見るでしょうかね。徳永、矢沢が追います。追加タイムの表示4分です。佐原から下村遠見、シート君ちょっと足が止まってしまいましたね。4分間のうちに失点1までは許されます。ジェフマイボールにしました。新井、ジェフの方はまあ残り時間その積極的なディフェンスっていうんですかね、さあやはりボールを止めてキープをするというよりもボールを動かしながらキープをした方がいいと思いますけどね。焦ってるのは FC 東京の方ですからね。新井を最前線に残して牧は中盤で、どちらかというと今赤い絵を見てます。そうですね、もう完全にディフェンスって感じですね。平山、近藤、ね、ここに牧、私は平山選手もまだまだ伸びると思うんですけどね。高い上動きありません。ベルディ、ジュビロともに1点ビハインド。近藤、カモレ、柔らかいボール、近藤間に合うか。近藤選手も入り返す経験してますからね、はい、レンタル移籍で神戸に行きました、アウェーゴールであれ残ったんですかね、勝ち上がったんですよね、はい、その経験を積んで FC 東京に戻ってきた近藤祐介。このままベルディ、ジュビロが揃って敗れますとベルディ自動降格、ジュビロ入れ替え戦、そしてジェフは一気に残留です。そうですね、ジェフが勝つと38、東京ヴェルディ岩田が37のままですからね、はい、今のところ得失点ではマイナスが多いのはヴェルディの方です。まだライバルチームも1点差ですから引き分けになると分かりません、ね、分かりませんね。どちらかが負けてくれないとジェフの残留はありません。追加タイム2分経過です。今度から右サイド、徳永へ、ゴール前がストライカー4人、中を伺って今度から赤峰を使います。レイナルド、新井、レイナルドも疲れてると思いますけどよく追いますね。レイナルド、前ボールしましたね。ボールキープ、下げて矢沢。こういうのは私、まあ、よくその外国人選手のことを、まあ、助っ人という言い方をしますけど、はい、何かそういうの今日は非常に感じますね。残り時間1分、どうでしょう、自分たちの勝利はこれでほぼ確信したでしょうか。疲れてると思いますけど、そのリズムがありますね。オフサイドです。坂本選手はぶつけてマイボールしようとしましたけどね、はい、もうお客さんもあの携帯電話を使って高い場の動向を気にしてます。一番早くあの情報を得るのはサポーターの方も分かりませんね。ライバルチームが
ントです。下村、主審の松村さんが手元の時計を確認しました。下村、行く記録はいます。ここはゴールに向かわずボールキープ。手元の時計で96分、試合終了。ジェフ勝ちました。とりあえず勝ち点差を上げましたけどもね。4対2、奇跡的な大逆転勝利。ジェフが東京を下しました。放送席、それでは今シーズン最終戦、見事な勝ち点差を挙げましたジェフユナイテッド千葉、アレックス・ミラー監督です。いや、素晴らしい大逆転勝利でした。 A fantastic game for the fans, but not for the coaches. I felt we were 2-0 down and we didn't deserve to be 2-0 down because we were playing well at that point. We lost a bad goal from a corner kick, a set play, and then a counter attack. The most important thingMy team showed their character, they were fighting, they come back, they win, and that's the main thing. The thing about today was about winning. 今日の試合についてまずはじめにファンとしたら素晴らしいゲームかもしれませんが、コーチ陣としたらやはりドキドキする試合になってしまいましたよね。まず2失点してしまいまして、ビハインドになりましたけれども、そこをもしかしたらいいサッカーをしてたので2失点してしまったのは少し残念な結果だったんですけど、そこから立ち直ってここまで戻ってきて最終的に逆転勝利を収められることができたってことは、結果的に、選手たちが素晴らしい、キャラクターを見せてくれたということの証明になります。その2失点から途中出場の新井矢沢というミラー監督が途中投入した選手が活躍しましたね。新井は added speed to the attack. He offered his great options. His movement was very good. 新井 is a good player.Unfortunately, this season, Arai's had stopped start season through injury, but Arai's a good player. Arai についてですけども、Arai が入ったことによってスピードが出てきましたよね。そしてスピードでその中でうまく攻撃の中で使えることができました。Arai は今シーズン怪我がありまして、またできたりできなかったりという状況が続いたために、こういった状況でしたけれども、スタートで今日スタメンで出れませんでしたけれども、ただその中で非常によくやってくれた、素晴らしい選手だと思います。さあ、これでライバルチームのジュビロ、そしてヴェルディが共に敗れたということで、来シーズン J1 残留が決まりました。おデベおデライティデライティすごく嬉しく思ってます。嬉しく思ってます。バッタモースおウィステイン J1 来シーズンに向けてジェフサポーターに一言最後お願いいたします。Well, the most important thing is I don't want to be in this position againWe as a club have to make big decisions. We have to improve the playing level, and that means buying some new players. We must do that. We can't stand still in football. やはりこういった状況に陥りたいとはもう二度と思わないんですよね。だからしっかりと勉強したりして、新しい選手を採用したりして、またクラブを前に出すようにしたいと思います。来シーズンも素晴らしいサッカー期待しています。おめでとうございました。ありがとうございました。それでは大変長らくお待たせいたしましたヒーローインタビューです。今日のヒーローは2ゴールを挙げた矢沢選手です。ありがとうございます。
お聞きしたいことはいろいろあるんですが、まずは今日の観客1万7000人、今シーズン最高入りました。そうですね、今年本当に苦しい状況が続いた中で、ホームで毎試合こんなにたくさんの人が来てくれて、チームみんなで感謝します。ありがとうございます。そんな大サポーターの中、0対2から見事大逆転勝利でした。そうですね、まあ、2-0 っていう、不可能に近い今、3点取らなきゃ勝てない状況で、途中から出てサポーターにも熱い声援もらったんで、まあ、最後まで諦めない戦おうっていうのがこういう結果につながったと思います。あの同点ゴールはまさに見事の一言でしたね。そうですね、入っちゃったって感じですね、はい。さあ、そして気になりますライバルチームなんですけれども、東京ヴェルディ、ジュビロ磐田ともに敗れたということで、おめでとうございます。これで来年も J1 残留です。ありがとうございます。この大歓声、柳澤選手お気になっていかがですか。そうですね、まあ、本当に言葉で表せないぐらい嬉しいですね。また来年も熱い応援よろしくお願いします。今日のヒーローは見事2ゴールの矢澤選手でした。おめでとうございました。